で教室で終わりの友の家行きたいと思います。あの今育ってるんですよ。まだ雪やんの最近じゃん。友のね3時間半の旅へ行きたいと思います。春スキーですね。で、トマムがですね、営業がですね、なんと4月の2日が最終日なんですよ。で、今日が3月31日なんで、もうほぼあの今シーズン最後の、 あの営業のスキー場に行きます。行きまーす。はい、栗山町の役場に来ました。WBC 世界一、おめでとうございます。栗山監督がここに来てましたね。シマカップに入りました。安定の雨です。雨男万歳。安定の雨です。はい、あでもちょっと駅っぽくない？これ白くない？どう？ちょっと白、海空っぽくない？ほらほらほら、白白いいね。ちょっと壁の越しに分からない。本当だ。ちょっとよーしよしよし、今現在9時36分です。37分です。果たしてスキーはできるのでしょうか。タワーで見えるけど。おー、さあ本日泊まるタワー見上げて、あ、バス0人です。乗っておりません。あ、歩いてる方がいます。なんだこのタワーは。ザ・タワー、ザ・タワー、やった！はい、着きました。はい、ここがハナルホテルです。ちょっとあいにくの天気ですけどもね、まあ雨じゃなくてよかったって感じだね。よし、じゃあ行きますか。じゃあ初ゴンドラ、今初ゴンドラじゃない、初リフト乗りました。ナタルマは今ここまで準備するのに相当体力を消耗してます。じゃあ今これから雲海テラスに向かいます。これトマムの醍醐味、ね、雲海テラスってあるので、じゃあそこに向かいます。どう、ゴンドラ。ゴンドラ。ゴンドラ。雲海ね、こんな感じです。はい。目、目だから。最終日だよ。そうか、今日最終日ですよ。でも明日なぜ行けないんだよ。ちょっと見えない、出発しこう。イエース。今こんな感じですね。ゴンドラ中で、はい、土が見えてる、ね、土が見えてます。はい、うん、土が見えてますよ。北海道牛ゴンドラ見えますか。はい、17牛ゴンドラ、貴重な牛ゴンドラ、なかなかないゴンドラです。結構標高高いところはですね、こうやって雪がついてますね。木に、石川県ではね、桜が咲いてるのに。ドアが開いてます。わあすごいね、雲海めっちゃ見えるね。真っ白。辺り真っ白。あ、でもなんか雲海っていうか雲が若干こう見えない、霞んでいるような。めっちゃ滑らか。うん、滑らかです。はい、クモマカロンです。何の味？レモン味。レモン味。はい、すごい。トマムって書いてあるね。ゴンドラで降ります。ぶつかるかどうか検証。もう来たよ。ぶつかるか。お、お。やのか。お、やのか。お、お、これ、うっし。ぶつかったわ。接触事故。こっち止まってたから10-0ね。おお、なんか下る感じがなんかいいね。うん、どんな感じで？こんな感じですね、下りは。きれい。きれい。唐揚げとザンギの違いを教えてください。カリって言わないのが唐揚げ。カリっていう方がザンギ。あ、なるほど。
これサイオツールさんの質問だったよね。サイオツールさん、これはザンギラそうです。結構スパイスが効いて辛いです、うん、実はですね、ビスターレの意味でゆっくりゆっくりっていう意味なんですね。ビスターレ、ビスターレ変わりまして、ビスターレ、ビスターレのですね、ゆっくりゆっくりスープカレーとなんですね。ビスターレ、ビスターレ、ネパールっぽいね、やっぱり。テンションおかしかった。テンションおかしかった。ここで試着できるのか。私これ、またスパークリングワイン飲んでます。はい、2杯、あ、3杯目か、3杯目です。はい、さっきいいね、いいね、端が好き、好きで向かいなかったよ。ないね、はい、お、広い、お、中すごい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 ね。お、下痢に見えるでしょ。うん、うん、今はイリヌプリに向かいます。おはようございます。おはようございます。4月の1日で私なんと4年生になりました。はい、なったらおめでとうございます。車がこんな感じですね。4月1日です。すごいね、雪が。これ見てください、足場、足場すごいから。足場、足場こんな感じです。パパパーン、はい、後ろが絶景ですね。絶景ですね、はい、こういう感じですね。で、山も見えた。あ、山も見えますね。あそこもトマムで、ね、トマムです。はい、絶景です。はい、これが、すごいね、冬タイヤ履いてきてよかったです。今日はね、天気ね、はい、これね、はい、晴天までいかないんですけどね、あの雪は降ってないです。はい、調子がいいです。うん、で今日はですね、あのゴンドラとですね、メインのねスキー場がちょっとね、あのシーズンオフということで終わりで、今の日本の
リフトしか動いてないんですけどね、そのリフトの2本のリフトでね今日は滑ってきます。ここら辺も面白そう。止まりました。安全管理のためリフトそういうことです。はい、お母さんはだいぶ後です。どうだった、滑りやすかった？すごい滑りやすい。はい、オッケー。なんか下がさ、シャーベットだよね。下がね、ちょっとねシャーベット状になってます ね結構ね、観光客でいますね、外人さんを初めて。そうだもんね。うん、はい、ホタルストリート行きます。すごいね、これどうやって食べるのこれ。どうだった？終わりました。もうランチも食べたから。うん。よし。グッバイ、トマン。センキュー。